明日帰ったら買おうかなって思ってます。明日は外に出るから明日買おうかな。肌綺麗に見える？洗顔を一個新しいのにしたから？え、違うかな、なんでだろうわかんない。雪見大福のみたらしなんて出てるの？あ、それかピンクの T シャツだからかも。あれなのかな、ピンクのあれがパーソナルカラーに合ってるのかな、わかんない。なんでだろう、ライトいらない？それかお風呂入ったばっかりだからかなかな。お話し会取るかコンサート行くか迷う。どっちかってことですかね。今日は雨だったね。本当にあと寝るだけ。そう、あと寝るだけだよ。明日はちょっと朝早く起きて準備しようかなと思ってるから、今日早く寝ようと思う。お肌がチュルンチュルン。あ、ジジイありがとう。キノコ、甘む。同じ時間帯にさ、お風呂入ってるから実質孤独ですね。だって退場、ちょっとの間退場だよ退場や。そう、完売増えてました。お話し会みんなありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しい。なんかね、やっぱりね、フルブスになってからね、難しいのかなって思ってたんですけど、着々と完売が増えて本当に嬉しいし、なんかたくさんの方とお話できるの嬉しいし、もうありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そう、オンライン3つ完売。まだね、現地がね出てないんですよ。まだ現地が出てないから、10月28日来られる方は3部、10月28日の本当にあの初めての握手会の最初の部、ぜひ来てほしいなって思ってます。リアルの方も、握手会の方もぜひ来てほしいなって思うので、来られる方はぜひ来てください。待ってます。クリスマス待ってます。クリスマス、あとは結構コスプレやる日もあるし、私服の日もあるし、なんか結構平等になってると思うので、ぜひ来てほしいです。そうだよ、初めての握手会の本当に初の部なんて、本当に10月28日の3部しかないので、本当にそこを来てほしいです。コスプレってコスプレしますよ。コスプレします、結構しする。クリスマスとサンタ、あ、クリスマスとサンタ一緒クリスマスとハロウィンと、あとみこさんもやるし、あとこひちゃんと制服コスプレもします。だからたくさんするけど、結構私服の日も多めにしてるので、来てほしいです。ハロウィン何にしようね、何も決めてないけど、動物系やろうかなと思ってる。みこさん行きますってみこさん、そうやるよ。あれ書いてたよね、みこさん書きましたよね。1月のオンラインの日、成人式の一番近い日。狐はね、巫女さんの時に
どっかの部で狐の耳生やそうと思ってました。巫女さんプラスなんか巫女さんだけのノーマル巫女さんと巫女さんの衣装プラス狐の耳の日作ろう、日ってか時作ろうかなと思ってました。どん兵衛持ってかなきゃ。おもろ。みこさん13日です。ありがとうございます。1月13日です。うるちゃんありがとうございます。全国握手会って今もやってるの？始まるんです、復活です。握手会がとね、今販売中なんですけど10月28日から始まります。してさんありがとうございます。チチ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 ありがとうございます。そう、コロナからコロナ中はお話し会だけだったんですけど始まるんですよ、また。あ、善悪はまた別か、個別か。善悪はあれか、別か、そっか、全国じゃないもんね。そうだね。個別でした。読み方わかんないけどあれだよね、男性の巫女さんみたいなやつの衣装。そうだったそうだった、別のものでした。あとはなんだっけ、コスプレはそんなもんかな、こひちゃんとの制服とサンタさんとハロウィンと巫女さんくらいかな。神主さん、神主さんって読むのか。あとは愛ちゃんと、あの愛ちゃんとお揃いのパジャマの日とか、12月23日はユキが考えてくれるクリスマスデートコーデとかいろいろ考えてるのでぜひ来てください。そう、すっぴん風からの大変身とかの日がある。バブからの変身11月です。11月19日ですね、確か。おすすめでございます。なんかいい匂いすると思った、髪の毛だ。すごい、シャワー上がりっていい匂いがする。今使ってるねヘアオイルがねすごくいい匂いなんだ。みんなもお揃いにする？お揃いにしたい。アンドハニーのピンクのやつ今度乗せるね。いい匂いする。ユキと買いに行きました。これユキとよくレッスン終わりにスーパーとか行くんですけど、ユキと行った時に買いました。ユキもこれがいい匂いって言ってユキと選びました。髪増やさないととか塗る髪ありませんとかやめてよ。面白い、最高だよ。使い方はお風呂から上がってドライヤーする前に塗ります。塗ってドライヤーする。
毛すぐ伸びる。わかる。目もすぐ伸びるんだ。伸びるの早いんだよね。なんかさ、なんか髪の毛濡れたらさ長く見えるのに、髪の毛乾かしたらさっきより短いってなるんだけど、これはなんかの現象、なんかの原理なのかな。濡れたら伸びるとかある？濡れたら伸びるけど乾いたら縮むとかありますか？気のせい？気のせいなのかな。めっちゃ最近ね不思議に思うんだ。すごい。みゆの不思議。最近の不思議な体験。水分あると髪伸びるよ。あ、やっぱそうなんだ。やっぱりそうなんだ。不思議が、謎が解けました。やっぱりそうなんだね。ちなみに興味、眉毛も描いてないんだけど気づきましたか？リップはしてるけど眉毛描いてないんだよ。気づいた。いつもは眉毛もしてるけど少ない、少ない、薄い。そうだよ、ガチオーバブ。でもさ、別にないわけじゃないじゃん。生えてないわけじゃないから別にいいんだけどさ、やらなくて。でも顔が薄く見えるよね。鼻で笑っちゃった鼻で笑っちゃいました。耳にかけてるの好き。みゆさ、耳に髪の耳出してた方がさ顔小さく見える気がするんだよね。なんかここがさこうやって隠れてるのよりもこっち出してた方がさ顔、ここがスッキリするから顔がちっちゃく見える気がするんですよ。昨日、え、これはどう思う？みんな的にもそう思いますか？だからさ髪の毛もまとめた方が顔小さく見える気がする、自分では。だから本当はまとめ髪が好きなんだけど、前髪ないから、あとあの固定髪型だからできないんですよね。ここがね、なんか膨張して見えるんですよね。こうやってやったら、こうやってやってた方がすっきりして見える。本当は耳を出したい。知的に見えるでしょ。理想の輪郭のメンバー、ユキ。ユキです。ユキの輪郭が好き。ユキは私みたいにここの、ここがあんまりないんですよ。ここがこんな感じで綺麗。羨ましい。ユキの輪郭ちっちゃくて細くて、前髪よりも見たい。前髪早く作りたい。作れるようになりたい。
え、横に広いんだ。横に広いから嫌なんだよ。ソララっていうかと思ってた。ソララも好き。みんな好き。みんななんか違った良さがある。そう、結局そこなの。17期みんな可愛いんですよそう、結局そこ、もうそこしかない。本当にみんな、みんななんか違う可愛さがありません？なんか似てる可愛さがね、ない、いない気がする。ゆきたんはあの、なんて言うんだろう、おっとり系の可愛さがある気がする。だからね、17期のみんなといるとね、嫌になるんだよ、ね、自分が自分が嫌な、一緒にね並びたくないってなるんです。もうみんな、みんな可愛いから誰を押すか悩んだ末、みずみになりました。ありがとう、嬉しい。みゆ、じゃあみゆを選んでくれたってことは、私がちゃんと幸せにするので、私を選んで正解だったって思えるよ幸せにします。え、ミュのビジュアルめっちゃ好き、嬉しい。あんまいない気がする私あんまりいないんですよね、私のビジュアルが好きっていうのあんまり聞かない。あの配信とかを見て好きになったって方が結構多い。顔からっていうよりも動いてるところからって感じの方が多いんですあ、横浜のお話書いたら怖かったのでまた申し込みました。嬉しいです、ありがとう。言わないだけ？言ってよ、なんで言ってよ言ってよ、言ってよ。握手会でさらに可愛さに気づいた。え、そう、あのね、直接会った方がいいって言われるあの映像とか写真とかよりも会った方、実物の方がいいって言われる。それは果たしていいことなのか悪いことなのかかは置いといて、でもそれ嬉しいよね。まあでもあれだけど、こうやって雑誌とかあるからいいことかわかんないけど、 どっちもって言われるのが一番いいんだろうけど、でも会った時にめっちゃこんなに可愛かったっけってめっちゃ言ってくださるから嬉しい。スタイル良すぎる。スタイルいいかな。公園のキラキラ感も半端じゃないです。嬉しい
キラキラ感出てて出てるってこと嬉しい。細い細く見えるのかな。細くはあほえわかんない細くはないいいんじゃない。どうなんだどうなんだ。多分骨格がナチュラルだから細く見えるっていうのはあるかもしれない。多分同じ身長と同じ体重でも多分ナチュラルだからみたいなとこはあるかもしれない。骨もねしいからかも。骨が大きいんですよ。確かに。え、でも手の長さは言えるかも。私多分手は長い。手は長いです。あと腕も腕につかないタイプだから腕も別に太くないと思う。ほらこっちの方がここよりこっちの方が細い。腕はね結構自信があるかもしれない。体のパーツでどこが一番自信ありますかって聞かれたら腕かもしれない。バトンの何インチとかがあるんですけど、私あの腕が多分長くて、あの一人だけ男子高校生用使ってました。男子高校生用でした。だから私のバトンを誰も、なんかバトンって踊りの中でこうバトンの交換子みたいな、こっちここに1列に8人ぐらいで並んでこっちからこっちにバトンを飛ばしてこうこういう技があったりするんですね。それで私のバトンがその別の人になった時にめっちゃ嫌がられることがあった。そう、あれサイズ人の腕のこっからここの指先あ指先までのサイズなんですよ。サイズに合わせてるんですけど、そう、それがね人より多分長いから腕は多分長いかもしれない。あと中学校の時に職員室入ったら腕長ーってびっくりされたことある。先生いきなり職員室に入って失礼しますって言ってあの出て行こうとしたら、いや水島さん腕長いね、あごめんごめんごめん、うん、あ OK はいはいあーいって言って帰らされたけど。そういうこともあった。めっちゃ面白い。急にびっくりしたけど面白いよね。めっちゃいきなり先生に言われた。だから一番自信があるのは腕かもしれない。廊下から肩叩いた。面白かった。なんで言われたんだろう、なんで急に思ったんだろう、覚えてないや。握手会飛び出ては見えない、さすがに。だってこういうなんか穴みたいなのから倒すんでしょ多分。ボクシングとバスケ有利なの。でもバスケは私なんかシュートの仕方めっちゃ変ってすっごい友達とか先生とかにめっちゃ笑われまくってたから、バスケはちょっとやめとこうかな。バスケなんかシュートするたびにめっちゃ笑われて、ちょっとなんかなんでだよ なんでだよっていう気分になったことある。ちょっとバスケだけやめとこう。ボクシングやろうか。パンチパンチあパンパン。なんか変らしいシュートの仕方が。輪投げうまいのでは。みんなめっちゃ輪投げに必死になっててさあ、かわいい。一緒にチェキ取ろうね。
一緒にチェキ撮ろうね。みんな輪投げちゃんとちゃんとあれ入れてね、輪投げちゃんと当ててね。なんかシュートの時に体がビヨビヨヨヨンってなってるって言われる。輪投げ絶対無理諦めないで頑張ろう。でも難しいよね輪投げって。みーやったことあんまりないけど絶対むずいと思う。輪投げ買いました。輪投げ買ってる人めっちゃ多い。売り切れるんじゃない輪投げブーム難しい。前回取れた人いるのかな。チェキ前回の研究成功へ。一回チャレンジして諦めたの結構取ってたんだ。いいね。みゆも撮りたい。みんな頑張って。みゆも撮りたい。みゆも撮りたいよ。みんなと輪投げじゃない。みんなとチェキ撮りたい。頑張ってください。テキ撮影&一巡強っ。その日の運めっちゃ強くない？すごい。ヤッホーみずみヤッホー。あにーちゃんありがとう。頑張って。その人無事に帰れたのかな。運良すぎてなんか悪いこと起きるみたいな無事に帰れてますように。いいな、ビンゴミュもやってみたいな。卒業したらお客さん側で行ってビンゴの経験したい。もう誰かとチェキ取った？ミオはねまだ9月に入ってから公演出てないから、まだ取ってない。当たらないと輪投げもできない。それなそうだよね。そっからですよね。ここの丘、今週のそう9日かな。9日が初めまして。初めましてじゃないけど9月の初めましては9日です。つーさん、おやちゃんありがとうございます。そうです、 B のアンダーも11日にあります。してゆうさんありがとうございます。くまありがとう。お、明日かな。明日のショールーム400回。すごいいっぱいやってる笑いたいのに笑えないあ、いっぱいだ。400回。じゃあ1000を目指して頑張りましょう。卒業するまでに何回できるんだろう、何回行くんだろう。
蜜食べてたら咳治ったよって、あ、蜂蜜ある、食べようかな蜂蜜、プーさんになったらどうしようあ、やばい、声がやばいやつやこれえ、プーさんになったらみんな可愛がってよ。でも私プーさんの中で一番好きなのいいよなんだ、プーさんのキャラクターで好きなの。ハニーハントループする、エミもハニーハント好き、出ちゃった、びっくりした、みゆ自分で今無意識だったんだけど、ディズニー行きたいって思ったら今発作が出ました。すごいディズニーに多分体も行きたかったんだと思うハニーハント行きたかった、ハニーハント行きたいよ、でも暑いし嫌だよ人混みハニーハント行きたいよ、ハニーハント行きたい、ディズニーシーは行ったことないからあれだけど、ランドで一番楽しかったのハニーハントです。行き飽きた、一回しか行ったことないよしかも去年の11月だから全然行ったことない。ハニーハントが一番楽しかった。最後に行ったのみんなで行ったやつきりです。だから自分でプライベートで行ったたことないんだよね。ハロウィン楽しい、あ、でもハロウィンの時期だった気がする。なんだっけあのさ、ホーンテッドマンションみたいなやつ違うかな、なんか怖いってみんなが言うやつ、なんかもう私は別に全然怖くなかったけど、なんかハロウィン仕様だった気がする。汽車ポッポはもう乗らない汽車ポッポは乗らないです。でも私乗り物乗るっていうよりも食べ物が美味しくて食べ物食べに行きたいでも分かる人多分いると思うんだよな、乗り物欲ってよりディズニーの食べ物が食べたい。めっちゃわかる、だよね、そうなんですよ、そうなの。え、そう、水の乗り物も乗ってみたい。上質の散歩しに行くめっちゃ上質すぎる、おもろい食べ物ね、いいよね。そう、シーがさ、めっちゃ美味しそうな食べ物調べてるんだよ、結構インスタとかでよく調べてるんだけど、シーめっちゃ美味しそうだよね。だからシーに行ってみたい。でもなんかディズニーといえばポップコーンみたいな言うじゃないですか。でも私ポップコーンそんな好きじゃないからポップコーン食べれなくて、だからチュロスとか食べる。あとあれも美味しかった、グリーマンみたいなやつ、リトルグリーマンみたいなやつも美味しかった。チキンも美味しかったんだけど、チキン食べるの下手くそで全然上手に食べられなかったC はお酒が飲む器が欲しい、わかる、かわいいよね。そう、器は欲しいんだけど中身はあんまり食べられないから無駄になっちゃうからさ。
ランダム飲めるようになったよ、だって。そうなんだ、そうなんだ。じゃあ二十歳に行ったら、二十歳になっていったらもっとまた違う楽しみ方ができるってことか。ほうほう、ふむふむ。でもさ、お酒飲んでさ、ジェットコースターとか乗ったらさ、酔っちゃわない？それは別なのか。やばそうだよね。大丈夫なのかな、それ。美女たち結構やばいです。ダメやん。ダメじゃん。気をつけてくださいね、皆さん。いいね、ディズニー。汽車ポップ怖いよね。ミーも怖かった。あれに乗ったんですよ、なんか冒険するやつ、わかんない、なんか船に乗って海の湖のところをこうやって乗って、なんかいろんな動物が周りにいるやつ、名前わかんないんですけど、わかんない、なんかいっぱいいろんな動物が出てきて、なんかお姉さんが案内してくれる、なんか喋ってるやつ乗ったんですけど、あれ夜に乗ったんですよ。夜に乗ったから昼に乗ってみたいなって思う。ジャングルクルーズっていうんだ。そう、なんかそんな感じのやつ。お昼に乗ったらまた違いそうだから乗りたいです。あ、そう、お姉さん危ないっていうやつ。あと私ね、全然ディズニーと関係ないんだけど、あそこに行きたい。野生の動物が歩いてるやつ。全然ディズニーじゃない、あの車乗って進んでいくやつ。サファリパーク、そう、サファリパークに行ってみたいんです。楽しそう。サファリパークとか行ってみたい。あとあそこも行ってみたい、なんか動物園みたいな、牧場みたいなとこ、どこにあったっけな、ちょっと遠くてあんまこっからは行けないかもしれないんだけど、熊牧場じゃない。なんかね、関東ではあるんだけど東京ではなくて、そう、触れ合える系のなんかマザー牧場かも。マザー牧場だ、多分。行ってみたいですよ。動物と触れ合いたいです。最近。行きたいな。でも遠いよね。調べたけど遠かった気がする。あれでも千葉県って聞いたら、千葉県って東京と近いよね。あれ近いよね。あれ隣か。いつか行きたいなって思ってます。コウさんありがとうございます。チチ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 ありがとう。いつか行ったら行けるの楽しみにしてる。幕張も千葉だよって。幕張が千葉でパシフィコが横浜だよね。東京、千葉、横浜、埼玉、
あ、横浜、あ、そっか、横浜県じゃないのか、神奈川県か。そっかそっか、いまだにちょっと分かんなくなっちゃう。東京、千葉、神奈川、埼玉。あとは群馬とか。ゆきたんに怒られる。ゆきたんに怒られる。北関東わかんない。箱根わかんない。本当に分かんないし、北海道しか分かんないんです。北海道もなんなら怪しい。北海道しか分かんない。本当に北海道の人って絶対に分かんないよ。関東、え、絶対分かんないよ。本当に私北海道と東北しか言えない。マジで絶対北海道の人ってそう、東北までしか絶対に分かんないと思う。ほら、こしちゃんも分かんないでしょ。こしちゃんもそう、苦手って言ってたでしょ。ほら、絶対そうなの。北海道ってそうなのケルビンさん、ありがとうございます。東北言えますよ。東北は全部完璧だと思う。青森、秋田、岩手、福島。秋田言った？福島言った？岩手言った？山形？あと1個だよね。山形、宮崎じゃない、宮城どうだ。東北はね、修学旅行で行った。九州、広島、鹿児島、宮崎、大分合ってる？大分違う？え、大分違う？え、わかんない、え、わかんない。広島違う？あれ、広島って九州じゃないの？鹿児島、うん、宮崎、あ、福岡、大分合ってる？わかんない、ごめんなさい。本当にわかんない。だって関わったことがさ全然なくてさ、行ったら、まあ、行ったら覚えられるんですよきっと。行ったら覚えられるよ。みゆも行ったことがないとさ、やっぱり覚えられない。もうどこまでが関西なのかも、関東も全然わかんない。もうわかんないですよ、そんな。わかんない、わかんないわかんないよ、わかんない。関東どこまで関東なんだろう。なんかさ、全部つながってるから、もうわかんない。本州全部つながってるじゃん。だってバラバラじゃないんだもん。バラバラじゃないのになんか分かれてるんだもん、地域が。難しいよ。本州の意味がまず小学生の意味分かんなかった本州で、本州とか九州、なんか九州も本州も似てるから、小学校のみゆは本州とか九州とかよく分かんなかった。本州って何？え、本州ってどこ？本州って何？本州ってどこの地域のこと言ってんのってなってた、小学生のみゆ。今はもう分かるよ。本州は青森から、あの、何、尻尾は分かんないけど、のとこまでって分かるけど
でも難しい、本当に北海道しか分かんない。山口か、下尾さんの出身、そう山口県。難しいんですよ都道府県だって47個もあるんですよ。47個もあるの、A の頭の中に47個も入らない。北海道の地域全部いる。北海道の地域何個あると思ってるの。町とかさ村とかあるんだよ。地理の勉強をしたの最後の記憶中2なんですよね。てか中、え、本当に中2からみゆ地理やってないや。うん、中2から地理やってない。だって中3は確か歴史とか公民だった気がするし、高1も歴史とか日本史、世界史と日本史とかだった気がするし、地理中2からやってないみゆ。地理取ってない、地理高校で取ってないからやってない。やっぱりだからだ、だからだ、だからだ。私日本史取ってたから地理知らない。しょうがなくない？ねえ、しゃあないよね。しゃあない、しゃあない。はなかゆ、はやなかゆ。しょうがない、だって中2だもん。中2、中2なんてもう何年も前でしょ。日本史はほら坂の上とか知ってる？坂の上田村丸とか知ってる？日本史は、日本史だってめっちゃちゃんと100点とか取ってたよ。簡単な試験、いやそれはそう、あのね配られたプリントを覚えたら取れる、取れるんです。1000点満点って100点だわ、100点だわ。ちなみに田村麻呂っていうのを覚えれたのはお友達の名前に似てたから。大沢さんありがとうございます。だからそのお友達のこと、そのテストの時田村麻呂って呼んでた。田村麻呂ちゃん。それでよく覚えてるんです。いや似てないかも、似てないかもしれない。全然似てないかもしれないけど。全然似てないかも、ごめんなさいね。あ、全然似てないかも、一文字しか合ってないわ。一文字しか合ってない。田村ですらない、田村ですらないよ。いや一文字ではない、でも言わないけど、見バレしちゃうからお友達、言わないけど似てたのさ。でもね、でもね、そう、あの私ね漢字読めないんですよ。読み方とか難しいじゃん日本史って。なんかだから自分で、ね、自分で4文字の人の名前がなんかめっちゃ長い人とかいるじゃないですか。漢字で書けば4文字なのにめっちゃ長い文字の人、読み方、そういうのは全部自分で略して読んだりとかして頭にインプットさせてテストを受けてました。
そうなっても、あの結局はこの漢字を書ければいいんですよ。結局漢字を書ければ読み方なんて何でもいいから。そうだから自分で勝手に名前作って、めっちゃ作ってた、自分で勝手に名前作ってテスト受けてました。そうだから一緒にテスト勉強すると、私は私のあの呼び方で読むから通じないんだよね。でもお友達にもそっちの方が覚えやすいって言われるし、お友達もそっちで覚えてくれる時もあった。でも結局さ、点取れればよくないですか。みさみの友達器は大きいよなってそうなんだよね。そう、全部みゆのわがままにも付き合ってくれるから、本当にね優しい友達なんだよ。でもそういう風に優しいお友達といると、自分も優しい気持ちになれるから、平和な世界なんです。平和な世界でした。すごい平和な世界だった。中学も高校も優しい世界にで育ってきた。そう、ゆきたんはなんとなく地元のお友達に似てる気がする。だからゆきたんといるときすごい落ち着くし、ゆきたんはすごい素でいられるし、だからゆきたん大好き。ゆきたんといるときが一番多分何も考えずに水島みゆでいられる気がする。地元の友達に近い感じ、感覚がある。ゆきたんといるときは楽です、すごく。ゆきたんは多分大変だと思うけどゆきたんは私の相手大変だと思うけど、だから多分ゆきたんという、そう、ゆきたんという時の配信のみゆは多分結構違う気がする。あれが普通です、あれが素の水島みゆ。タンタンといると口悪いよねって言われたそう？そうかな？そうかな？そうかな？ゆきたんに会いたい。今でもゆきたんと連絡取り合ってるよ。前にも会いたいやろ。会いたい会いたい、早く会いに来て会いに来て。のんちゃんといるとお姉さん。でもたまにいない、逆転するんですよ。のんちゃん、のんちゃんの方がたまに大人に見える時ある。よくないんだけどね、年齢全然違うから。棒じゃないよ。感情こもってるよ、毎日みんなに会いたいって感情こもってるよ。
なんで伝わらないわけ？伝わってよ。なんで伝わらないの？なんで？なんで伝わらないんですか？こんなにも伝えてるのに。ミスミ妹気質な気がする。うん、絶対そうだと自分でも思います。でもちゃんと年下の子とかと一緒にいるときはちゃんとお姉ちゃんらしくできるよ。ちゃんとあの分けてる分けてる分けてる分けられるんですよ私。強いでしょ強いでしょ。ちょっと分けられるので安心して。58分だからライブランキングを読もうと思います。研究生引っ張ってないよ全然だよ。でもそうなれたら嬉しい。頑張ってるでは行きます。15位アニーちゃんありがとうございます。14位ガミさんありがとうございます。13位キラキラ星さんありがとうございます。12位アンコウさんありがとうございます。11位ジェイタッキーさんありがとうございます。10位クリンピーさんありがとうございます。9位オエちゃんありがとうございます。8位コウさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位ケルビンさんありがとうございます。5位シテユさんありがとうございます。4位オサさんありがとうございます。3位サトシックさんありがとうございます。2位ウルちゃんありがとうございます。1位はジジイありがとうございました。ということで都道府県もじゃあ25歳までに頑張って覚えたいと思います。では今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。いっぱい寝たいと思います。せーのでは皆さんおやすみずみー。バイバーイバ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 イ。あ、なった。切ります。バイバーイ。